はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。集まれ動物の森。今回はね、たくみライフ別荘ではなくて、なんだ、公共施設というかね、服屋さんをちょっとね作っていきましょうと。でね、ちょっともうムーポンの行きつけの服屋さんみたいなのがねちょっとできてしまったんですけどお前ほんまにこういうとこ通ってんかみたいなその辺は諸説ありますが、今回はねちょっとこの完成形に向けてまた続きからやっていこうかなと思います。今回はね後半ということで、完成編ということでね、完成に向けてやっていければなと思いますので、よろしくお願いします。で、置かなきゃいけない家具としては、レジを置かないといけない、レジ1個置かないといけないですよね。なので、まあどうしようかなで言うと、アンティークなレジ置きたくなるよねいや、もう好みの問題みたいな、そういうところはありますけど、待って、テーブルに置く系はもうちょい上、あれこれか、アンティークなレジ、うん、液晶レジどうなん、液晶レジでちょっとスマートな感じに、どうあー、あー、ちょっとアンティークなレジにしちゃおうどう考えても使いづらそうやけど、ちょっとアンティークなレジにしちゃおう。で、色がゴールド、シルバー、ブロンズ、ブラック、ホワイト、ちょっと白置いてみる、白、うん、右、左、で、なんかあれっすよね、確かトレイが、なんか、小銭やり取りするトレイが、なんか、毎度ない言うてるんで、多分ないような気はするんだけど、陳列ワゴンとかも置けんねや。これどうなん？これなんか、かっこいいデザインのやつない？幕ってなんぞ。あ！はぁ、なるほど。ということは、そこの上は変わらないので、いや、どうなんだろうね。なんかセールコーナーみたいな。セールコーナー。どうなんだろうね。なんか、なんか、商業施設の、なんだ、別にテナントが入ってるわけじゃない広々した空間でたまにやってるセールコーナーみたいな。なんかそういう感じがするので、いや、するので別にダメっていうことはないんですけど、ちょっとなんか、こういうなんか1店舗の中にあるイメージではなかったので、ちょっとなしにしましょうか。で、カプセルトイ、どうだろうね。なんか、でも、ソファーは確かに置きたいなって感じがあるんですよね。なんかね、なんか、ソファー。なんかありますよねなんかありますよね、ソファー。入り口か、いや、どこなんだろうね。一旦入り口に置いとく。ゴールド、シルバー、ブラウン、ホワイト、ブラック、ブルー、ピンク、ライトブラウン、どうだ、ライトブラウン、ホワイトストライプ、あー、どうなんだろうね。ちょっと、ゴールドにピンクローズとかやってみる。こういう感じ。で、ちょっとね、ちょっと座ったりみたいな。ね。ちょっとここに置いときましょうか。ここに置いとくっていうか、どこに置くかはちょっと、ふわふわしてんだけど、多分、壁沿いなのかなっていう感じはあるんですけど、一旦ちょっとそこ暫定で置きましょう。で、レジは置いた。あと何かあってほしいかっていうと、どうなんだろうね。なんかあんまないかなっていうところもあるんですけど、コモード。こういうのが、なんか裏にありますみたいな。なんか壁沿いに、置ける。置けるけど、ここ通れなくなるのか。まあ、こんな感じにしとくか。こんな感じにしといて。ちょっと待ってよ。これがこうなると、そこが通れなくなるんですよね。いや、なんか、
せっかく空間あるしちょっと脚立忍ばせてあるかなみたいなその必要全くないんだけどみたいな。脚立置けるスペース、これ1マスやったら置けへん。あーダメっぽい、ダメっぽい。ちょっとね通れなくなっちゃうので、ちょっとやっぱここ隠しといて。で今思ったんだけど、そうここ服屋さんやのに鏡ないよねみたいな、そういうあれがあるので、ちょっと鏡置きたいけどどうしよっかな。まあやっぱり、まあ、そういうねちょっと1枚のなんか大きいやつ欲しいなって感じがするんだけど、エレガントなミラーか、いやー今のところっていうか多分エレガントなミラー置くんだろうなって感じがしますけど、ちょっと他の候補も見とく。大きな姿見、あーでもなんかこういうシンプルなやつでも別にいいんですよね。なんかねちょっと、いやどう、いやいいんですよ、いいんですけど、なんか寄せすぎてるっていうかそうなんかエレガントに寄せすぎてる感じがなんかせんでもないなみたいな。やったら大きな姿見とか、なんかこういうシンプル系なやつ置いてるのはいいなみたいな、そういうところがあるので、どうなんだろうね、試着室あるしどうかなみたいなところはあるんですけどね。で、いや、わからん。決して一人で来るなというわけではないんですけど、もうお子さんもね、ご家族もみんなで来て、これどうかしらみたいな、そういう感じのお店なので、鏡がいるかと言われれば、まあでも一人でも行くよ。というか一人の方が行くよ、多分。わからん。僕はこういうお店に一人で行きますから、一人で行くよというね、前提のもと、鏡置きましょうか。色がダークブラウン、ブラック、ホワイト、ゴールド。あ、ゴールド。ゴールドする？黒？ダークブラウン。まあ、手堅いで言うとダークブラウンなんだけどなーって感じ。ちょっと、こう。こうして、ここと、ここが、こうなんか、棚の右に鏡みたいな配置を死守するみたいな。なんかそういう感じでいく。で、詰めすぎずにちょい開け。詰めすぎずにちょい開けして、で、そう、相変わらずボトムスが売ってないから、こう？どうなん？なんか、ここのソファーの近くになんかね、ちょっと違うお客さん来てほしくないなみたいな。いや、もうソファー邪魔なっとるやんけみたいな感じなんですけど、ちょっとここのソファーちょっとね、ゆったり空間死守してほしいなっていうところがあるので、ちょっと棚と距離空けたいんですよね。それで言うと、こうか。なんかこの辺か。ここ通りつつ、右で、なんか、ボトムスとか、そう、ちょっと、ズボン類がね、ちょっと、種類少ないんで、ちょっと、ここにだけだよ、みたいな、ちょっと、そういう感じになるんですけど、ここ見つつ、こっちで、まあね、トップス選んで、みたいな、そういう感じはできるので、これにしましょう。で、ここに配置するならば、なんて言うんですか、シェルフ付きハンガーラックじゃなくて、シェルフ付いてないハンガーラックの方が、なんかね、すっきりした感じがあるので、ちょっと、こういう感じ。で、ちょっと向き変えといて、どうしようかな。どうしようかな。どうしようかな。こっちはこの辺とか。むずいね。一旦これ片付けして、こういう感じ。で、時計をどうするかなんですよね。時計、この辺か。時計、この辺か。もう一個奥行ける。あ、奥行けないです。となると、こうか。ちょっとね、なんかこの辺、そう。ねえ、
こっちはハンガーラックを置ける空間があるので、ハンガーラックをちょっとこの辺のね真ん中ら辺に置いて、で右はなんかまあ時計を置いてみたいな。うんうん。あのあれですよ、あの時計も時計屋さん行けというのはあのあれですよ、あのおっしゃる通りなんですけど、なんか置きたくなったのでちょっとこういう感じで置いとくんですけど、となるとこのハンガーラックがどこに行くかっていうと、こう、ね、角になるし、シェルフついてるハンガーラックにするか、こういうやつ、角というかね、なんか隅っこというか壁際になるし、こういう感じ。うん、どうどうどう、こっちか。いや諸説ある、いや、うん、諸説ある。あ、そっか、これはあるか、カラーに追従するのか。ん、これさ、そもそもメンズなん。いや細かいことは気にするな。いや気になるよね、気になるよね、メンズと信じて。あのチノパンとかは明らかメンズ、うん、なのか。諸説ある。いやメンズよ、メンズよ、これ、これメンズよ。もう言い聞かせる、自分に言い聞かせてこうやって配置しましょうか。あとはどうだろうね、なんか壁とかにいろいろと飾りたいな、いろいろと飾りたいっていうか、なんかいい感じのライトとかが確かあったなって思うんですけど、壁掛けのね、壁掛けのライトがこういうフラワーシェードのスコンス、これはライトよね多分。どう、あーなんか可愛らしい感じの、どうなん。あーいやーでもそっか、んーなどうなんて言うとちょっと何とも言えないんだけど、ちょっとダメージでレトロ感出してここのソファーの上ら辺に置いとくとか、どう、こういう、うん、まあ悪くはない。なんかスポットライトをそこに当てるかって言われるとちょっと違うなっていう感じしますもんね。なのでガーデンオブジェ、これは思ったよりでかい。思ったよりでかいけど、まあでもそんなもんかっていうサイズなんですよね。どうしようかな、どうしようかなじゃないけど、そもそもこのウサギさんを置くのかというところで言うとちょっと置かないになるのかなっていう感じはしますが、そっちの角はそういう風に埋まってる、こっちの角は別になんですよね。いやどうだ、あーなんか小物がいろいろとなんか積んである何かみたいな、小物がいろいろと積んである何か、壁掛けソックス、壁掛けソックスはサンタクロースか、キーハンガー、豪華な額縁、小物類飾れないよね。いやどうなん、なんかわからん。わからん、ちょっと待って、なんかそういう小物ありましたよね、確か。なんか、いろいろと、ネックレス的な何かがかかってる小物みたいな。なんかそういうのがあった記憶はあるんですよ。あった記憶はあるんですけど、あれって、この何、タクミライフの世界線では使えませんでしたっけ？いや、わからん。なんとも言えない。なんかこの辺か。ない。ない。ない。アンティークな地図。ああ、天秤か。なんかそういうね、ちょっと方向的な、そう、方向的なあれで、こういうアロマスティックとか。アロマスティックはでもどっかに置いときたいよね。アロマスティックどっかに置いときたいな。アロマスティック先に置こう。アロマスティックこうして、ここの上かな、高さ的に。でもそこ結構揺れそうなんですよね。ちょっと怖いよね。
アロマスティック、アロマスティック、アロマスティック置きたいけど、一旦ちょっと置いとく。ちょっと暫定。何？小物類がなければ、そう、アロマスティックちょっとね、置いとくのはありなのかな、みたいな。なんかそういう感じがしたので、あ、ないね。で言うと、このアロマスティックを、なんかこの辺に、なんかちっちゃい棚的なの置いて、ここの上みたいなのか、カウンターの上に置くかって感じなんですけど、コモード置く。コモード置いて、ちょっと待ってよ。横にならない。こう。こうして、で、こういう感じで置いて、ここにこうみたいな。こっち、こっち。そう、諸説ある。なんか落ちないように右に寄せとくみたいな。どうなんだろうね。か、カウンターに置いてるか、そもそもね、そこのスペースをそう使う必要がみたいな、あるのかという、ちょっとあれがあったので、どうだ。こっちか。なんか微妙ですね。いやまあ別にあってもなくてもどっちでもいいアイテムっていうのもあるんですけど、色はブルーかな。でも、うん、色ブルーにして、シルバーではない、なんか黄ばっかり、黄ばっかり、ピンク、ピンク角に置く。そう、なんとなく、なんとなくちょっと浮いてる感、浮かせてんのよ。諸説ある、諸説ある。かわいい。でもね、いや、どうなんだろうね。あの、エレガントなやつの、なんかね、何やらピンクと違って、なんか、ちょっと雰囲気が違うので、ライトブラウンとか、ライトブラウン。まあでも、黒。なんか壁に消えるんですよね、黒にすると。ダークブラウンにしとくか。ちょっと一旦ダークブラウン。で、レジの、なんか、後ろとかは、なんか、かかっててほしいかなって思うんですけど、横長の展示台って何ぞ？なんか、あれですよね、なんか、わからん。野球場とか行ったら、なんか、誰々選手のサイン入りバットみたいなとか飾ってたりすると思うんですけど、なんか、そういう系ですね。なんか、まあ、展示系ですね。ちょっと待てよ。今、なんか、豪華な展示ケースが見えたんですけど、これって中に入る？あ、中に入りますね。時計はちょっとこれの中に入れとくか。こっちのケースちょっと変えよう。これは？豪華な展示ケース、ゴールド。そう、ゴールドにする。一旦ゴールド。どう？ここに置くんですよね。ここに置くのか。このケースになった途端、なんか別にこの辺に置いてもいいような気もせんでもなくなってきたみたいな、なんかそういうところがあるんですけど、ちょっと待ってよ。木にする。ライトウッド。ライトウッド。そこの生地はピンクやけど、でもピンクの上にこういう感じであるのいいですよね。これにするか。こんな感じ。うん。で、そこにある、ちょっとここ通りつつ。ここ通りつつ。まあ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 、通れんことはない。で、こういう感じで置いてますよ、みたいな。で、ソファーの横に、なんかその、なんだ。なんか商品は置いててほしくないと。なんかね、お客さんがちょっと、ね、そう、ソファー座ってる横でなんかいろいろと選んでてほしくないみたいなところがあるので、ただなんか飾りは置きたいな、みたいな。で言うと、立派な壺とか飾る。立派。これ色変えれるよね。色というか、あれか、模様が変わんのか。竜、富士、梅、バラ、バラにする。バラ。あ、いいね。なんかこういう感じで置いとく。ね。で、置いといて、で、ちょっとふと思ったんですけど、なんかね、ちょっとアパレルショップって、なんかノートパソコン。いや、アパレルショップってっていうわけじゃないんですけど、なんかノートパソコン置いててほしいなっていうところがあるんで、ここでちょっとなんか何？なんか別の店舗。別の店舗のちょっと在庫を探ししますみたいな、ちょっと後日になっちゃいますけどみたいな、ちょっとそういうのやっててほしいなと思ったので、ピンクにする。どう？
でも壁ちょっと明るいからなんか濃いめのやつがいいかな。どうだ、ブルーとかにしとく。ブルーのパソコンあんま使ったことないからね、ちょっとブルーにしとくか。で、サーチエンジン、表計算、インターネット、ネット通販、チャットツール、まあでもなんかちょっと服写ってるし、これにしとくか。これでなんかちょっとこの商品、この商品、このモデルさんが着てるこの商品みたいな、ちょっと調べれるようにして、こっちかな？こう。こうちょっとお調べしますねって言って、こっちでちょっといろいろと調べてくれるみたいな、ちょっとそういう感じでいきましょうか。で、ここの棚の中身は何でもいいな何でもいいな、こっち名簿にしとく。いや、何でもいいや。まあここはちょっとね、基本的に見ないところなんでちょっと気にせずにいといて、で、店員さんのそこの後ろに何かは、あの壁掛けの何か飾っててほしいなみたいな、そういうところがありますが、どうしようかな。あー、シーリングスポットライトとか飾る？これ、あー、これお洋服の上に、あー、ここで羽織って、しっかり光当てて羽織ってみたいな。どうしよっかな。ちょっとこっちの店員さんの後ろにしましょうか。はい、こんな感じ。で、色が、ちょっと待ってよ。ライトの色が確か選べないね。選べないね、なので、黒かな、シルバーかな、シルバーかな。黒ですね、これは。黒。よし、こんな感じ。まあ、そこのね、なんか店員さんの後ろにちょっとね、こういうライトがあるのはいいなって感じがするので、ちょっと置いといて、まあでもソファーもそこに置いた。で、ソファーの横壺置いた。で、そういう展示っていうかね、なんかいい感じの、ちょっとね、メインのっていうかね、なんかいい感じの服みたいなのはそこに置いた。どうだ？なんか、ちょっとグランドライト置く？グランドライトなのか。なんかね、なんかそこの、なんて言うんですか、あの角の角の棚の角の棚のなんか下から上に向かって照らすライトが欲しいなみたいな、なんかそっちに向かって照らしてる何かみたいなのが欲しいなって思うんですけど、なんかそう、こういうのの上向いてる版みたいなのが欲しいなって思ったんですけど、ないので、やったらグランドライト置きましょうか。グランドライト、まあ置くかどうかも諸説ある。こう、こう、どうなん、まあでもなんかそこはちょっとね、なんかあの、いいやつだよ、今一押しだよみたいな、なんかそういう感じ出したいので、ちょっとこういう感じでなんか置いときましょうか。で、色はなんかね、ちょっとオレンジ、暖色にしとく。暖色、暖色にしときましょうか。こういう感じ。まあ、もともと明るいからね、ちょっとなんかさりげない感じになるけど、まあそういう感じであるよみたいな。どうだ？なんかこっち側に置くのを思ったんだけど。待って、これ増やして。あ、でもなんかいい感じに、配置できるか。こうみたいな。なくてもいいんだよな、別に。ちょっと、なし。で、そこの角だけちょっとグランドライトありますみたいな。逆にっていうわけじゃないんですけど、真ん中、なんかラグ引く、なんかね、ちょっと全部この感じの木のあれやしみたいな、なんかそういうところがあるので、なんだろうね、なんか、あの、エレガントなラグとか、なんかね、なんかそういう感じのやつ。キリムのカーペット。一気に雰囲気が変わったね。一気に雰囲気が変わりましたね。なるほど。あ、でもどうだろうね。なんか、こういうもの、こういう服が、ちょっとなんか、柄としての役割を果たしてくれてるから、こうなると、なんか、柄がなんか、主張が少ない絨毯の方が今いいんじゃないかって思ったんですけど、一旦紫のペルシャ引いてみる。こういう感じ。あ、でも、かっこいいんだよね。この絨毯単体がそもそもみたいな。ところあるんですけど、なんかでも一気に雰囲気変わりましたよね。これに対して、今 5×5 のペルシャ絨毯引きましたけど、なんか 5×5 の
5×5 か。そう、果たしてどんだけあんのかみたいな、そういうところですけど、なんかそういうのをちょっと引いてみたいなっていうのは、星空なら、ああ、つまてよ。そっかそっかそっか、そこのテーブルの下星空のラグはありなんですよね。ありやな、これでも。ああ、悩ましい。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 でも真ん中にこれあるのはいいっすよね。いや、どうしよう。ただこいつも出現率高いしな。なんか、ちょっと違うやつ。いや、ちょっと違うやつ。ちょっと違うやつ。結局このなんかラウンドホット赤とかなんかね、ちょっとお気に入りでちょっとよく使っちゃうみたいなところがあるんですけど、でも今回はこれじゃない気がする。ので、で言うと、ちょっと待てよ。シンプルバスマットになるんだよな、この辺は。キリムのカーペット、緑キリム。あー、なるほど。なんかでも、赤キリムよりかはなんかこっちだなっていう感じがするんすよね。かさっきの青いペルシャだっけなのかなって思ったけど、シンプルマットが 3×3 なのでこうなるんすよね。そうなんすよね。で言うとさっきの1枚のペルシャ、ペルシャ、ジャギーナラグ、ちょっと待って、ジャギーナラグも一応候補で見てみる。あー、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ありやな。か、ちょっと待ってよ。青いジャギー。青か、茶色かですよね。まあ、青い。グレーっぽい感じやな。あー、いいですね。か、候補で言うと紫ペルシャとか、紫ペルシャ、紫ペルシャにするか。いや、ちょっとどうなんだろうね。あ、でも意外とどうなんだろうね。なんか真ん中がちょっとなんかね、明るくなってるし、なんか意外としっくりきてんだよな。そう、キリムのやつ結構ね、柄強いなっていう感じしたけど、なんか意外となんとかなってるので、紫ペルシャをここに配置するか。あとはじゃあどうしようかな。なんか壁に飾りたいのがありますかと。あー、ちょっと待ってよ。天井からランプ。いや、でもなんか広々としててほしいなって。っていう、ちょっと天井広々としててほしいなで言うと、なんかね、別にこの辺飾らずにいいかなっていうところはあるんですよね。で言うと、なんか壁掛けでちょっと飾りたいものがあれば飾るみたいな。なんかそんな感じでいきたいよね。夢かなウォールラク。あえてなんかこういう可愛いやつ飾っとく。どうなんだろうね。なんか可愛いやつなんだけど、可愛いやつなんだけど意外といけてるぞみたいな、なんか意外と合ってんぞみたいな、なんかそういうのないかな。グリーンとか、あー、そっか、ちょっと待ってよ。じゃなくてさ、なんか絵を飾りたい、そう、絵を飾りたいなって思ってたのに、なんかスルーして結局なんか存在を忘れてたみたいな、そういうのがあるので、母のアート、母のアートいいんだよね。額入りポスター、豪華な額縁。壁掛けツールハンガー、キーハンガー、キーハンガー、ツールハンガー、なんかこういうのに、なんだろうね、なんか小物を吊るしててほしいなって今思ったんですけど、なかったよね、そういうの。そういうのなさそう、なさそう。あとはもう豪華な額縁とかポスターとかって感じなんですよね。で言うと豪華な額縁飾るか、あー、マウンテンバイク、マウンテンバイク飾っちゃう。こういう、こういう、別にこれは売り物では一切ないんですけど、なんかこういうみたいな。どうだろうね。まあ、なくはないのか。なくはないね。アイボリー、こういう感じ。
いやどうなんだろうね、絵が飾ってあると絵に目がいっちゃう。いや別にそんなことはないよな。なんなら入り口側はなんかなしですっきりしてても別にいいかなってふと思ったんですよね。いやどうなんだろうね、なんか今回結構なんかそのね、棚の中にいろいろね、家具というかね、なんか服があってみたいな感じで、なんかね、ちょっと全体的なアイテム数が多いのかなみたいな、なんかそういう感じで言うと、ここでわざわざ壁掛けの額縁っていうかね、なんか飾ってアイテム数を増やす必要があるのかってちょっと思ったんですけど、ちょっとなしにしましょうか。ちょっとなんか、なんだろうね、なんかちょっと窮屈な感じがしたような、せんでもないようなみたいな、ちょっといろいろと大きすぎみたいななんかこれぐらいが限界ちゃうかなみたいな、なんかそういう感じがしたので、ちょっとこういう感じでいく。ね、そう、なんならね、こういうね、お香的なアロマスティックも置いてますし、ちょっとなんかこれ以上はなんか欲張りさんな気もせんでもないんだよな。なのでちょっとこういう感じでいきましょうか。こういう。よし。じゃあちょっと、これで報告しちゃいましょうか。よし。それでは報告しましょうか。終わりました。進み具合はどうかした？ちょっと待って。せっかくだからちょっと、たくみさん真ん中ら辺にして報告するか。この辺終わりました。進み具合はどうかしら。終わりました。お疲れ様。このアパレルショップだけど、どんな服が入荷され、あ、服の入荷イメージ選べたんや。あ、そうなんや。じゃあちょっとね、なんかかっこいい服、かっこいい服ね、了解。あとでナッティさんに伝えて仕入れてもらっておくわね。あ、それやったらちょっとなんかね、いやでもそこの、あれか、家族連れみたいな感じは維持したかったから、まあ、マネキンに関しては最低限みたいなね、感じでやっていって、それじゃあ次はここで働いてもらうかどうか決めましょうか。よし。あ、一人だけ？チャンプ。どうだろうね。誰がいいんだろうね。なんかこういうの。あ、でもあれか、ユキさんはね、何、銀行をちょっとなんとかしないといけないから、ちょっとリアーナにする。リアーナか、ミスズか。リアーナめっちゃなんか売り上げ売りそう。なんか、めっちゃ売り上げ高そう、この人。なんとなくね、なんとなく。勝手なイメージなんだけど、リアーナかな。リアーナな気はするんだよな。か、ナターシャ。スワンソンか。スワンソンにするか。ちょっと、ね、イメージね。なんとなく。ちょっとスワンソンの別荘、結構ね、落ち着いた感じの別荘にしましたし、ちょっとね、なんかこういうところで、そう、別荘とね、何、お店がちょっとね、ちょっとイメージ近いような感じで行きたいので、スワンソンにしましょう。オッケー。じゃあ店長さんをお呼びしてくるわね。と、その前に、このアパレルショップに名前をつけない？後で決めることもできるけど、もし考えがあるなら教えてちょうだい。今回は、まあ、今回もやめときます。わかったわ。名前をつけたくなったらまた事務所で教えてちょうだい。ふん、オッケー。いやー、できたねー、アパレルショップ。いい感じ。ちょっとスタッフのユニフォームが思ったよりスタッフ感があれだけど。あー、もうなんか男性陣がこぞって女性用の衣服見てんだよな。ちょっと思ってたんと違った。こういう感じ。まあ、スワンソさんずっと入り口にいる。まあ、いい感じなんじゃない。なんかせっかくやからちょっと写真撮っとく。店長さんをお連れしたわよ。せっかくだしお客さんにもお声掛けしといたから。
それにしてもいい感じにできたじゃない。きっと写真映えするでしょうね。最後は外で記念撮影をするから、あなたの準備ができたら私に声をかけてちょうだい。よし、じゃあちょっと、室内でもうちょっとせっかくだからお写真撮っていきたいので、スワンソンさんをちょっと、フロアにちょっと出てもらって、フロアのそちら辺にいてもらって、スタッフの服っていうよりかはなんかね、なんかちょっと、なんかクールな。クールな。なあ。王子様シャツ。王子様シャツ。王子様シャツか。学生服。学生服って感じじゃないんだよな。どうだ?なんかコート系。コート系なのかな?まあ、こんだけたくさんあるし、ちょっとね。なんかいい感じの着ててほしいが、ベスト付きシャツ。ベスト付きシャツ。ステンカラーコート。でもそっか、ダウンベストもあんのか。なんかね。いや、店内でダウンはちょっとね、もう拷問よ。いや、それで言うとコートも結構拷問なんだよなっていうところがあるんで、あれなんですけど。いや、どうなんで言うと、なんかね、ちょっと、男女があれだけど、王子様シャツとか、ありなのかなって感じはしますけど、そうですね。うん。さっきのシャツにするか。スワンソンさんを、これ、これ、こういう感じの、ちょっと紐ついてる感じの、ね、ちょっとおしゃれな感じのシャツにして、日常では、まあ、なかなか着ることがないみたいな。ちょっとね、着るのに勇気いるな、みたいな。今日気合入ってるじゃない、みたいな、ちょっとね、なりそうなシャツ着てもらって、なあ、そういうミックススタイルか。いやー、でも、難しいな、これ。ちょっと。帽子いる?帽子、あー、でも、なんか被っててほしいよね。あー、こういう感じでいくか。ね。これ。トゥルインってして、で、そう、二人ともそこ見てんだよな。あー、ちょっと待って、なんか、ヘルメット飾ってある。なんで?なんでそれを配置したって感じなんだけど。いや、そら気になるよ、二人とも。いや、そうなんだよね。じゃなくて、ちょっと時計とか見といて、時計。時計、2人で時計見る。2人で時計見るわけではなくて、そう、ベンチ座ってもらうか。ベンチじゃない、ソファ。こういう感じで。で、まあなんかこの辺で選んでる予感出して、で、ちょっと対応しに来てるよみたいな。ああ、ちょっと対応どうしようかなみたいな。ちょっとこう。こう。ああ、いいんじゃない。で、この辺で写真撮る。プロカメラ。ズーム。こっちか。いや、こっちか。なんなら引きなんだよな。引きでこうして、ボッてして、で、こういう感じ。で、くっきり、ポップ。ふんわり、ここはドラマチックでいくか。ちょっと、今日こそはっていうわけじゃないんだけど、ドラマチックにして、こういう感じですよ、みたいな。うん。撮った!よし、いいんじゃない。ね。よし、じゃあ、これどうなんだろうね。なんか外で記念撮影したやつと、なんかどっちが優先されるのかわかんないけど、報告しましょうか。どうしたの?記念撮影します。じゃあ、外に行きましょうか。よーし。スワンソンさんの衣装もバッチリなので、これでちょっとお外で撮りましょう。これ反映されてる、されてるね。それでは、ただいまより、アパレルショップの記念撮影をします。やっぱマネキンはたくさん置かなくてよかったね。ヘルメット置かれてたもんな。ありがとうございます。アパレルショップができたことで、島のリゾート開発計画が完了いたしました。多くの方に楽しんでいただける場所として、確かな手応えを感じています。
ではこのアパレルショップのコーディネート担当者からも一言。やりましたね、やったぜ、ありがとうございます。では最後に皆さんで記念撮影をしましょう。上から正面で、まあ外はね、なんかこういう感じでちょっとフレームつけて、ポップドラマチック、どうだ、アンティークフィルム、モノクロ、アンティーク、ノーマル、くっきり、ポップ、ふんわり、ドラマチック。ちょっと外もドラマチックにしましょうか、今日は。で、枠消して、正面かな。よし、撮った。いい感じじゃない？いい感じに撮れたと思うんだけど、ロポちゃん、この写真どうかしら？バッチリです。だね、バッチリだと思うわ。これにて今回の記念撮影は終了です。皆さんお気をつけてお帰りください。よーし、完成した。いやー、これが最後のあれかな、施設になるのかな。これで施設も全て完成したし、ようやくイベントを開催できる。イベントって何なんだろうね、結局。ここまで長かったような、短かったような、まあなんか僕の中ではあっという間やったような気もしますけど、どうだろう。いろんな施設や別荘が増えたおかげで、この辺りもずいぶん賑やかになったな。もちろんお客様あってこそだけど、ここにいるみんなが頑張ってくれたからここまで来られたのよね。ニコちゃん、ナッティさん、そしてムーポンちゃん、本当にありがとう。こちらこそありがとうございます。どういたしまして。いえ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 、みんなには本当に感謝してるのよ。じゃあそろそろお、イベント会場に行ける。なるほど、どんな感じなんだろう。いやー、まさかね、まさかねってわけじゃないんだけど、おお、何があんの。お、え、あ、え、なになにそれ。わあ、 DJ KK ライブ、すごい。やっぱり KK だ。すげえ黙々。これ昼に見るイベントじゃなかった。そんなことある。おお、あ、一人前のコーディネータームーポン。おお、肩書きが。これいつだっけ一人前だったの。え、今回から一人前だっけ。どうだっけ。あ、これは何順だこれ。わからん。わからんけど見ていこう。学校、あー、みんなノリノリ。そのサングラスちゃんと使っての初めて見たかもしれん。あー、そう、スワンソン、そこの席に座っちゃうからね。これあれか、順番はなんかランダムかなんかだけど、全員分出てくるみたいな、そういう感じか。あー、マジか。これなんかちゃんと写真保存できてなかった日があったから、出てこない日もあんのかな、なんかそんな気がしそう。まあまあまあ、でもせっかくだからちょっと見届けましょうか。あー、オレンジもやったね。うん、自分語りのリラックス空間。あ、温泉宿は外で撮ったんだっけ。あー、パーティー会場、パーティー会場は割と最近やりましたね。カフェ、カフェも最近ですね。あ、店員ボブ、店員ナターシャ。あ、ナターシャ、ちょっと待って。
ナターシャダブルワークやん。ミスった。やったかこれ。あ、ナターシャではね。ナターシャ、え、ナターシャ、え、ちょっと待って。やんね、スワンソン。うん。アパレルショップ店長スワンソン。あー、こういう感じ。あー、ちゃんと中で撮ってよかった。両方出てくるのいいね。はい、そう、いや、ここまでどのぐらい70何パートぐらいでしたけど、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。引き続きね、引き続きまだなんせね、残り370人ぐらい残ってるんで、ちょっとね、まだまだ別荘作っていきますので、まあこれからもよろしくお願いしますということで、はは、踊った踊った。それにしてもあの会場ブースの人誰だったの？ニコちゃん知らないの？あの人は超有名な DJKK よ。ひょっとしてナティさんが言ってた音楽関係の人って KK は友達？あ、そうなんや。すごい、後でサインもらおうかしら。そんなに有名なんや、トタケケって。へえ、ナティさんって顔が広いんだね。まあ、とにかくいいイベントになってよかったね。本当そうね。でもイベントは大成功したけど、まだこれで終わりじゃないわよ。これからもっと別荘地を盛り上げて、笑顔でいっぱいの楽園にしましょう。やりましょう。ね。まだ始まったばっかりよ。まだ1割もできてないからね。お疲れ様。あー、張り切って踊りすぎて、腰が痛くなっちゃった。遅くなっちゃったけど、はい、アパレルショップの分、お給料、2万5000ポキありがとうございます。やったぜ。たくさん買い物します。アパレルショップにフェス向けの商品仕入れておいたから。ほう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 、ありがとうなってさん。お店を見に行ってみるのもいいんじゃない？さあ今日はもう上がって羽を伸ばしてらっしゃい。よーし、こんな風に虫になって踊ると気分も盛り上がるから、あなたはレッツダンシング。もう踊りが染みついてるね。ダンスのリアクション覚えた。あ、へー、そうなん。イベントでかっこよく踊ってみんなの視線を独り占めだ。そういうあれなんや、あったんや。めっちゃポッピン来たけど、ポッピン、これ何のポッピン？待って、これあれか、匠ライフ。あ、リアクションで充実コミュニケーション。そんなあったわ。あったわじゃねえか。はい、っていうところでね、ちょっとひとまずというわけでもないんですけど、ガンガン別荘作ってまいりまして、今回はね、仕上げにアパレルショップ作って、なんかエンディング的なのを迎えましたが、そう、施設としては最後みたいな、なんかそんな感じらしいけど、またね、次回も引き続き別荘作っていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。え、ちょっと待って、誰もいない。え、誰もいない。あ、これもしかして、あ、フェスやってる。ちょっと待って、ボトル。あー、みんな踊ってる、みんな踊ってる。すごい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 。いや、いいな、なんかね、本番のフェス終わったというかね、なんかお開きみたいな感じになりましたけど、こんな感じでみんな踊ってるの見れるのいいね。しかもなんか島の外から結構来てるお客さんとかもね、ちらほら見られますし、あー、みんな楽しそうに踊ってるね。よ、じゃあちょっとね、今回はここまでとさせていただきます。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。